大阪府狭山市にある池の原西交差点。古いペンキ塗りの看板である上に、交差点の点の字が旧字体なのがいい味出していますね。この交差点にはかなり珍しい信号機が設置されています。それが背面板付きの信号機です。背面板、ゼブラ板と言われることもありますが、この板は信号機を目立たせるために設置されるものです。同じ大阪府内ではパチンコ屋の装飾がさりげさもなく銀ギラ銀に輝いている交差点において、信号機を目立たせるためゼブラ板を設置してある交差点とかもありますが、この池の原西交差点は特に信号機の背面にドライバーの脇身を誘発するようなものはないため、なぜここだけゼブラ板が設置されているのかは謎です。もしかすると季節と時間帯によってこの信号機の真後ろに銀ギラ銀な夕日がかぶってしまうことがあるので、夕暮れの時間帯でも信号機が見やすいように背面板を設置してあるのかもしれません。もともと背面板は信号機が日本でも普及した当初、電球の性能が低く灯火の色が目立たなかったため、信号機の色が見やすいように設置されていたもので、電球の明るさが上がり LED 信号機も普及した現在ではゼブラ板は特別な事情がないと設置されません。大阪府内では片手で数えられるくらいしか設置事例が見つかっていないため、かなりレアです。では背面板をじっくり観察してみましょう。このタイプの小糸製作所の信号機は曲線美がたまらない凛々しい姿をしていますが、背面板もその輪郭をなぞるように信号機の筐体の形に合わせて綺麗に縦線が円形にくり抜かれています。裏面から見てみるとハリボテ建築を見ているかのような背徳感を感じます。一応この信号機は視覚制限フードを採用しているのですが、その視界を遮りたいであろう道路から見てみるとがっつり灯火の色が見えているので、効果は今一つのようです。で、この交差点、実は背面板の他にもう一つ見ておくべき信号機があるんです。それがゼブラ板の斜め右前に設置されているこの信号機。いわゆる宇宙人と呼ばれる丸くて古めの信号機が設置されているのですが、視覚制限フードを採用しています。宇宙人の視覚制限フードというだけでもそこそこレアですが、じっくり観察すると、あれれ、変な針金が見えますね。そうなんです。陶器が劣化しすぎてレンズの留め具が腐敗してしまっているようで、黄色レンズを針金で無理やり固定しています。さすがにもう寿命でしょうと言いたいところですが、2023年4月現在この状態でまだ元気に稼働しています。
ゼブラ版と寿命が近い宇宙人陶器を同時に撮影できる池の原西交差点、ぜひ行ってみてください。